What's up? This is Tyler Kale, All Japan Pro Wrestling. Come watch the action right here, because we need your support. Shaka.思えば先シリーズ全日本プロレスの2001新春ジャイアントシリーズ最終戦後楽園ホール大会メインで世界タッグ決定戦が行われました。藤正信、川田俊明組にはジョニー・スミス太陽ケア組、太陽ケアがハワイアンスマッシャーで藤を仕留めまして、チャンピオンベルトを腰に巻くことができました。さあ、そのスミスケア組の初防衛戦であります。そしてその初防衛戦の対戦相手チームはマイクロトンド、スティーブ・ウィリアムス、バーシティクラブであります。ケアとスミス組にとりまして初防衛戦の相手、最も恐るべきタッグコンビ、バーシティクラブであります。そしてこれから第43代 世界タッグ選手権者チームが入場してまいります。福岡県福岡市博多スターレーンのリング上であります。今太陽ケア、ジョニー・スミス、チャンピオンチームの入場テーマが流れています。思えば2000年12月6日札幌大会、2000世界最強タッグ決定リーグ戦でジョニー・スミス太陽ケア、そしてこのバーシティクラブの一戦がありました。 その時は17分40秒、ハワイアンスマッシャーで太陽ケアがロトンドを仕留めました。まあ、この試合結果でケア・スミス組が得点10点でバーシティクラブ21に並びました。迎える12月9日、日本武道館での世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定トーナメント A でジョニー・スミス太陽ケアロトンドウィリアムスが対戦、ウィリアムスがスミスをバックドロップに仕留めまして、スミスケア組はそれから先へ行くことができませんでした。 今ロトンドからウィリアムス、こちらはジョニー・スミス、ありがとう。スミスもまともにパーで立ち合ったら必ずですよね、ウィリアムス。ダブルスレッジハンマー後頭部から、そしてこれはニュートラルから押された、これはフライングキック、ジョニー・スミスバックを取った、バックドロップ。 ここはエプロンからちょっと左の足気遣ってくる、ジョニー・スミス飛んでくるか、ジョニー・スミスがミサイルキック、ちょっと左の足大丈夫か、膝さっきのダメージ残ってますね。はい、ラリアット抑えていった、タイトル防衛になるか、なりません。このバースティークラブからホールを奪うにはなかなかちょっと菊池さん難しいですか。 まだまだちょっともう少し時間かけないとまだ2人とも下に残ってますからね。はい、ハイルドライバーからサードか、ジョニー・スミスカウント、2カウント取れません。しかしスティーブ・ウィリアムスリバースでくるか。さあ、ブリティッシュホールか、どうか、ジョニー・スミス、おっと脇腹、今度は スティーブがフライング迷惑やしかし捉えていって、そのままこの方にスープレックス。スミスもまだ自分のペース掴みきれないですね。はい、ちょっと防衛が心配になってきましたね。はい、手を差し伸べるのはマイク・ロトンド。さあ、ロトンドが入ってくる、思いっきり胸板のあたり、そして今度はダブルアームスープレックス。 若干これはライトに流してくる、カウンターエビが溜め、カウントはどうか、カウント2カウント。マイク・ロトンド
マイクロトンドがキャンバスのほぼ中央でもってブレンバスターで来る。さあ抑え込みにかかってくる。どうかカウントはどうでしょうか。起き上がれるかジョニー・スミス。カウントは2カウント。マイク・ロトンドも第44代の世界タッグ選手権者に向けて必死、ここは必死になって挑みかかってまいりました。しかし DDT チャンピオンチーム、さあ苦しいか。ジョニー・スミス絶対にしていって太陽ケアで接しました。太陽ケアが入ってくる。胸板のあたりに蹴り技、太陽ケアドロップキック。マイク・ロトンド、そして走っていってジャンピングにを放つ。さあおっと、これは腰を落としました。マイク・ロトンド、ロトンドが腰を落とせば、さあ後方今度はどうか。ノーザンライトカウント、カウント2カウント。いや菊池さん先ほどおっしゃったようになかなかこれはホール取れませんね。だからケアは今のほんのちょっとしたインターバルでも完全にスタミナ回復してますからね。はい、だからこういう小足だ反則技に気をつけないと危ないですね。はい、今も基準打たれてますしね。ドラゴンスクリュー、太陽ケア、マイク・ロトンド、そしてロトンドが起き上がってくる。太陽ケア、先ほどの急所への攻撃ちょっと効いているのか。ハイキック、ローキック、後方からのニールキック。太陽ケア、太陽ケアが、さあこの体勢からハワイアンスマッシャーか。太陽ケア抑えた。さあこれでどうか、取れるか、カウント。スティーブ・ウィリアムスがカット。このスティーブ・ウィリアムスのカットがなければ菊池さん、はい、今取れたかもしれませんね。ケアがフォール奪うにはあのコースに乗せるしかないですからね。はい、相手は強いチームですから、そしてジョニー・スミス、あーっとラリアット、ウィリアムスのラリアット。 DDT ロトンド、ロトンドの、さあチャレンジャーチーム、これは菊池さん勝機到来と発言していいんでしょうか。そうですね、はい。スティーブ・ウィリアムスが手を差し伸べて今スイッチした。さあ勝利へ目指して殺人医師がフルコースを出してくるか。ジョニー・スミスがこれは捉えられてしまうのか。太陽ケアはエプロンでグロッキー状態。さあマイク・ロトンド、黒い大会系が飛んできた。そして殺人医師がこの体勢からドクターボム抑えた。カウントどうか、自力で返した。スミス頑張ってますね。スミスが自力で返した。さあ体勢は五分五分か。ジョニー・スミス太陽ケア、バーシティクラブ21。さあこれでチャレンジャーチームがチャンピオンチームからタイトルを奪うか。取れるか、さあどうか、取るか。いや太陽系が入ってきた。なかなか第44代の世界タッグチャンピオンは誕生しません。粘っている第43代チャンピオンの太陽系のジョビードニー・スミス、トゥープラトンでもって肩口から当たってくる。試合の中は完全にバーシティクラブですからね。はい、太陽ケア大丈夫か。リングラーにはジョニー・スミスと、そしてマイク・ロトンド、ロープにぶられた。さあどうか、ロトンド担ぎ上げたバックフィリップ、このまま、さあ新チャンピオン誕生か。いやいやいや太陽ケアが入ってきた。そして左の肩口から押してくる。エプロンからリングした場外戦を挑んでくるんでありましょうか。菊池さん、はい、バーシティクラブ目前ですか、タイトルダッシュは。チームの分断、相手チームの分断も上手いですし、パワーも残ってますし、なるほど、ちょっと危ないですね、はい、ね、完全にペースはバーシティクラブ、チャンピオンチーム、究極の窮地、おっと、ひるがっておいた、バックにパンチして、これどうか、ブリティッシュオール、抑えた、カウント、スリーカウント、タイトル防衛成功、大逆転ですね。大逆転勝利、第43代世界タッグチャンピオンチーム太陽系ジョニー・スミス、この気を伺っていました。菊池さん、本当にプロレスはこれがあるからは分かりませんね。まあ、バシクラブは完全に勝ちペースに乗ってましたんで、ちょっと調子に乗りすぎたとこ、その今日疲れたという感じですね。はい、内容的には完全に王者組が負けた
負けたペースだったんですからね、でもスミスはさすがに逆転のチャンス狙ってましたね。はい、あれ一発で決めるの大したもんですよやっぱり。まああのままですとロトンドのペースでバックフリップなどで抑えられるという、はいはい、私も実況しておりましても新チャンピオンチーム誕生という文字を思い浮かべながらの実況だったんですが、1975年11月18日生まれ、ハワイホノルル出身です。94年6月ホノルル滞在中のジャイアント馬場さんに直訴し入門が決まりました。そしてここまで上り詰めることができました。今日もさんさんとこの横浜のマットに輝くんでありましょうか。太陽ケア、さあ入ってまいりました太陽ケア。これよりは三冠ヘビー級タイトルマッチ天竜源一郎に挑むわけであります。チャレンジャー太陽ケアが入場してまいりました。さあそして天竜源一郎三冠ヘビー級チャンピオンが間もなく入場してまいります。天竜源一郎にとりましてこの横浜のマットは非常に思い入れのある会場であります。1989年の10月11日三冠ヘビー級タイトルマッチジャンボ鶴田と対戦いたしました。天竜が3度目の防衛に失敗、ジャンボ鶴田が第3代の王者となりました。そして今重みのある三冠のベルトを持って今天竜源一郎が横浜のマットに上がりました。ケアも初挑戦でしょ、三冠王座に初挑戦して、まあ、あの初期の頃は別としましてね、はい、あの取ったレースは一人もいないんですよ。あ、そうですか。で世界ジュニアヘビー級はあの初挑戦で取ってますよね、これ初めてなんです。で世界タッグも初挑戦で取ってますよね、はい、これも初めてなんです。ここでもし取れれば、もう3つあの3連続初挑戦初対戦ということになりますからね。抑え込んでいった。まあ、それと菊池さん、もしこれ、太陽ケアが取りまして、第27代の三冠ヘビー級チャンピオンになれば、これ、あのタッグも取ってますから、五冠になるわけですよね。もう、三冠王者としても、五冠王としても、史上最年少になります、ね。その五冠に向けて、天竜を捉えてくるか、太陽ケア今、ショルダーする、そして。今度は後方から天竜源一郎の太もものあたりに、やっぱりあの左の膝の裏を狙ってましたね今、はい、さあそして太陽ケアものすごい汗、こちらは天竜源一郎。試合前、天竜源一郎、やはりあの、川田戦よりもですね、はい、若干その余裕というものが感じられたんですよね。でまだ、僕は天竜にまだ余裕あると思って見てましたよ。あのドラゴンスクリューから足の字固めというボトリーの殺法は、はい、ケアにとってはまだ2年までなんですよね、完全にあの距離を組んだら1回だけですから、はい、天竜も何回も武藤とやってますからね、はい、全日本で武藤と何回もやってその戦法をあの体で覚えてるのは天竜だけでしょ、その時に武藤殺法で行くというのはちょっとどうかなと思いますけどね、はい、まあ、今武藤というお話がありましたけれども、天竜と武藤はこのシリーズの開幕戦後楽園、まあ、6人タッグマッチだったんですが、まあ、約1年2ヶ月ぶりに、対戦したわけですけれどもね、はい、そして後方からのヒールキックは太陽ケア、まあ、天竜は武藤から間を入れてヘルキックを取ってるんですけどね、はい、そしてお前が集まった、これの方がこれで取れるか、太陽ケアらしいですね、はい、さあ天竜に得意技ハワイアンスマッシャーを出してしまいました。今15分を経過しました。三冠ヘビー級タイトルマッチ天竜の初防衛戦、セカンドのブロックとコーナーブレス、両足を突き立てられてしまいました。ちゃんと読んでますよ天竜は、はい、相手を狙いやったカウントドカンカウントバトゥー
さあ天竜源一郎そして気合を入れた天竜がパワーボムこれで取れるかしかしカウント9歳1つも入りませんでしたね天竜にパワーボムを出させたということはケアの検討ですよ、はい、さっきの天竜が隠した場合ではダビングロープで試合を終わらせたことありますからね、はい今度もパワーボムこれもどうかカウントカウントは2カウントさあ太陽ケアも粘ってまいりました天竜源一郎この天竜から飛び出す次の大技は何なのか一方太陽ケアこちらもゲリラです抑え込んだカバーこれはどうかカウント2カウントは2です太陽ケアそして天竜源一郎天竜が後方から襲いかかった WAS スペシャルだギブアップするかどうか太陽ケアまだロープには程遠い足をバタつかせそしてサードロープにエスケープできるかどうか太陽ケアこのまま太陽が西に沈んでしまうのか太陽ケアこれはクスさん賢い戦法ですね。ですね前にも一人一人こういう戦法で逃げてる人いますけど、はい、ケアがこれできるとは思わなかったですね。ショートの蹴り技天竜今日はあまり天竜はグーパンチを出しません逆水平ローキック逆水平天竜は逆水平おっと天竜のグーパンチだ逆水平さあそして太陽系はロープハンドを利用したハイキック天竜逆水平この展開はケアマジですよはいパンチグーパンチが出た連発できた天竜がグーを出せば太陽系は心の中で初期を出しているんでありましょうかそしてノーザンライト太陽ケアはどうかケアもダブルダメージ受けてますけどねはい今のノーザンライトボムで川田俊明を破りまして三冠のベルト10月28日武道館では支柱にできましたさあ太陽ケア起き上がったおーブラブラブラ前方すんのぼったさあカウントはどうかセカンド。だいぶこれケアも来てますね。カイセンさんちょっと抜けてますね。やはり頭に受けたダメージでカイセンの力が抜けちゃうんですよね。はい。起き上がって。ありがとう。抑えた。さあどうか。セカンド。カウントは2。太陽ケア晩作尽きてしまったのか返せないのか太陽ケアやはり夕日は横浜に沈んでしまったのかありがとうさあどうか天竜スリーアウト天竜タイトル防衛成功天竜ゲッチバルマン菊池さんケアもやはり太陽を沈めてしまいましたね、まあ、ケアこれで三冠の壁の高さ厚さっていうのを、まあ、初めて味わったわけですから、いい経験になったと思いますよね、まあ、内容は完敗ですけど、はい、カーダもこの横浜分隊で3年の10月24日に、はい、鶴田に三冠初挑戦したんですよ、ねその時はもう完敗でもう完敗もいいところだったんですよ、それから3年後の6回目の挑戦でチャンピオンになってるんですから、はいまあ、スティーブ・ウィリアムスを破ってですけど、はい、もうこれ最初の体験としては、はい、初挑戦で横浜分隊で完敗というのはカードと同じですからね、はい、あそうですか、はい
これからとにかく今まで日本組で三冠王者に挑戦して、はい、何回ミサトとか何か何回目4回目5回目に取ってますけど、はい、挑戦経験があって王者にならなかった男はいないんです、だから何度でも挑戦していけばいいんですよ、はい、これはもうスタートですよね、ケアは、はい、まあ、太陽ケアは完敗、そして天竜源一郎は祝杯を挙げるというところでしょうね。天竜祝杯あげますかね。当然のことだとしてるんじゃないですか。あの今の三冠のベルト腰に巻かずにこれ引かす引き上げてきますね、天竜は、はいはい、まあ、とにかく、挑戦者はちょっとあのケアじゃ、不足だという意識チームもしてましたしね、はい、まあ、我々放送席のモニターで見てるわけなんですが、天竜は確かにチャンピオンベルトを腰に巻かず、あるいはまた肩にかけずに控え室に今去りました、はい、そしてリング上は太陽ケアなんですが、まあ、天竜としてみれば、はい、三冠の権威というのはもっと高いものなんだよ、もっといい挑戦者を選んでくれよという部分の抵抗と思いますけどね。天竜が今日こうしたですね、キムドクとこのコンビを組んで、はい、もしベルトを組んだ、さあその先にその天竜が見つめるものっていうのはやはりどういうことなんですかね。もう、日本一しかないんじゃないですか。もう IWGP を一度取ってますしね、5カ王になって IWGP を取ったらこれはもう大変なことですからね、もちろんその大偉業を達成したということになりますからね、はいはい、最後の花として天竜はそれぐらい考えてるんじゃないですか。なるほど。さあそんな中太陽系入ってきた。ジャンピングに見舞ってまいりました。太陽系ハイキック、もう一発きた。ハイキロー、そしてミドル、えたい、カチンと当たりました。シンキング入ってました、そしてここはコブラツイスト太陽系、天竜源一郎腰を落とされる。さあ太陽系がっちり入った、コブラツイスト、そしてジョニー・スミスがどうするか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 、あとキムドクがクロスショップ。ケアは天竜の右脇腹に攻撃集中してます、してますね。今のコブラツイストもそうですよね、さあキムドクが入ってまいりました。キムドクと太陽ケア、キムドクがここは太陽ケアにロープのハンドを、あーっとドラスキック、キムドク円錐、天竜源一郎の円錐。さあキャンバスの中央で戻ってズームストーンに来る。さあキムドクがエルボーを奪ってまいりました。抑え込んだ、カウントはどうか、カウントはツーカウント、今10分を経過しました。長丁場になるんでありましょうか。まあ、過去その菊池さん、このチャンピオンチームはいずれも20分台ですからね、はい、ちょっとけたのが20分台になるとちょっとチームは苦しいですね。ああなるほど、まあ、ちょっと太めが多いですからね、はい、ミサイルキック、ジョニー・スミス、そしてラリアット、抑えた、カウントもどうか、カウント2、キムドク、そしてニュートラルコーナーから送り込まれるんですが、リストを取られておりました、キムドクです、髪を掴まれる。さあここはリストを行くか、ジョニー・スミス、キムドクちょっと苦しいぞ、苦悶の表情、何か菊池さん、はい、野生のトラ、ちょっと今日はまだ野生に帰れてませんね、はい、相手がうまいんですよ、スミスが、そしてここは腕を決められるが地獄突きで持って返すか、キムドク、ちょっとこれは息上がっています、キムドクです。天竜にこの辺りは早くスイッチした方が良さそうな感じにも見受けられますが、キムドク、ちょっとこれ菊池さん息上がってますか。もうやっぱりちょっとスタミナや切れかかってますね。あもうウルトラマンならば3分を経過しているかもしれません。キムドク、さあ野生のトラが今吠えてくるのか、トップロープ最上段、あーっとドロースキックだった。太陽ケア下からパンチ、そして天竜返ってくるボディーブロー、ジョニー・スミスのボディーブローだ。この体勢からなだらしくなりました。そしてスミスが飛んだ、タイミングエレボー、抑えた、さあカウントもどうか、カウント2で返した、キムドク、ちょっとど
奥の出が長いか。ハイキック、ローキック、ギミック。さあ太陽ケア、若手コンビ、さあハワイアンスマッシャーに行こうと思ったんですが、ここはキムドク、ちょっと動き行き上がっているキムドク、スイングディネティ、抑える。さあドク返すか、セリアート。チャンピオンチームタイトル防衛成功。スミスは前かましましたね。はい、さあ菊池さん、はい、ちょっとまあ気の毒気の毒という感じがしますが、はい、ではあの体調はまだ完全ではないんですけど、自分的には戦う意識が戻ってまして、はい、まだこんな若い連中負けないぞという自信があったと思うんですよ。その自信が裏面で、ね、ちょっとロンバトルが長くなりすぎましたね。あ、そうですか。体調はまだ完全復活ではないです。完全復活したら恐ろしい男ですけどね。はい、そして今再度チャンピオンベルト、さらにはトロフィーがチャンピオンチームに送られるところであります。さあそしてこれから全日本プロレス春の祭典2001チャンピオンカーニバル出場選手が入場してまいります。今日が開幕戦の後楽園ホール、そして決勝戦は仙台市体育館大会であります。これから各地を回りまして、激闘獅子奮迅の勢いであの大トロフィーを手中にする選手は果たして誰か。さあ今入ってまいりました、太陽ケアからの入場となります。リングの中央には栄えあるチャンピオントロフィー、そしてそのトロフィーの後方にはスタンハンセン新 BWF 隊長が控えています。さあジョニー・スミスが入ってまいりました。そして永井光也、チャンピオンカーニバルのリングへと今入ってまいりました。ジョージ・ハインズも入ってまいりました。そのジョージ・ハインズの後には藤原義明組長が入ってまいりました。この2001年を迎えましてレスラー生活は実に29年目に入ったわけであります。超ベテラン中のベテラン、藤原組長、藤原義明。そして鋼鉄狼はジムスティールであります。鋼鉄狼も虎視眈々と今手前にありますあの大きなトロフィーを目指しています。そして左の拳がこのシリーズも前線なるんでありましょうか。マイクバートンが入ってまいりました。さあこのマイクバートンもその左の拳一つでもって優勝を勝ち取ることができるんでありましょうか。さあ殺人医師が入ってまいりました。さあ早くももう険しい表情で入ってくるこの殺人医師、ドクターボムが炸裂か、スティーブ・ウィリアムズ、そしてデンジャラス系日本一、いや世界一危険な男、川田利明が入ってまいりました。このチャンピオンカーニバルでもって大暴れするんでありましょうか、川田利明。そして不運のボディーは天竜源次郎であります。約19年ぶりにこのチャンピオンカーニバル参戦ということになりました。さあ全選手が揃ったわけであります。もう一発来るか、立ち上げるようなマイクバートン、ハインズが立つのを待っている、ハインズの立つのを待っている、バートラリアット、ここはラリアットで来る。さあマイクバートン、ゴールデンレッドがうなる、その左の拳にその大トロフィー収まるか、カウンターキック、二段蹴りから来ておいてカウンター、どうか、カウンター2、ちょっとホールディングが浅かったか、はい、ジョージ・ハインズです。
もうかなり効いてますよ。今の簡単でクリックしてましたからね。そろそろ相手を何か高層ビルから墜落させるのか。あったかれワンハンド、ああボレート。そしてマイクル・バートン、今度は決めるか。バートマッシュ2回からの突き落とし、カウントどうか。スパインバスター抑えていって右に捉えた。どうか、カウント2です。場内からはもうドクター決めてくれという、そんな声が起こっています。後楽園ホール、さあプロレス歴史の証人とも言うべき会場は後楽園ホールでありますが、そのリング上でドクター、ボクタースティーブ・ウィリアムス、さあジム・スティール返すか、あーダメだ、スティール返せませんでした。やっぱりかなりあのスタミナロスしてますね。緊張感と、それとあの格負けといいますか、名前負けといいますか、そこはやっぱり日本人じゃないかなというところがありますけどね。さあここワンハンドで持って、いやそのワンハンドを切っておいてバックに回って、バックド、おっとこれは足をすくい上げているんで、かなりこれいい角度でしたね。ただ読めても対応できない人はできないんですよ。ここはやっぱりスミスうまいですよね。さあそしてデスバレーボムに行こうと思ったんですが、腕を取っておりました太陽ケア、バックを取ったジョニー・スミスに、あっとアゴクラキ、反動にしてのアゴクラキ、そして今度はあっとこれは捕まってしまうかどうか、ハワイアンスマッシャー、そして押さえたパタエビスリーカウント、太陽ケア、ジョニー・スミスを下しました。そして天竜がラリアット決まった、片指長井はどうか、返した、カウント2で返しました長井光也。さあ天竜をやっぱりクッサー、長井は完全に怒らせましたね。もう勝負これで決まるんじゃないですかね。はい、ハイキック、ハイキック、ローキック、ハイキック、長井光也ハイキック、さあ天竜に対してグーパンチ、グーパンチが出ました、天竜の強烈グーパンチ、後楽園バットに炸裂。さあこの体勢からローザンライトボム、長いを片指に捉えた、長いはダメ、スリーカウント、天竜今木原リングアナウンサーから、秒数入りましたが3分8秒、ニュートラルコーナーピン、持ち直か張り合いました、川田が張り合ってくる、藤原も張り合ってまいりました。これは空振り、気を切ってジャノン、ハイキックの透かし方はうまいですね。ほんのちょっとですけど、バックスセーブアップしてダメージ最小限に食い止めたんですよね。はい、最近はこの川田の円陣がですね、はい、選手にこうブロックされてしまうんですよね。はいはい、ちょっとこれやっぱり川田のその行くタイミングっていうのを非常に感じますね。読まれてるわけですよね。そして逆水平、川田俊明、三角蹴り、空調も後頭部は使いようがないですよね。ハイキック、串刺しハイキック、カウント組長返せなかった、スリーカウント、串刺しハイキック、藤原組長に炸裂。もう15分を経過しています。このチャンピオンカードは公式リーグ戦 PWF ルールにのっとって行われます。30分一本勝負、今日は千葉公園体育館から皆様にご覧いただいています。全日本プロレスもこの千葉公園体育館大会、数々激闘を演じてまいりました。そしてあー円錐カット、バートンよく見ていた、ラリアット、バートンラリアット、そしてバートンが早くも、あーここはレンレット、そしてここバートンディザスター、押さえて片指、川田が激進か、あーどうか、川田カウントプー返しました。合い口の悪いマイクバートンにハートがやられてしまうのか、川田が危ない、川田が危ない、川田が危ない、バートマッシュ、バートマッシュは抑えられた、川田はどうか、敗戦か、スリーカウント、マイクバートン川田を6人タッグ
戦で一度この長岡のマットで対戦し、今日はシングル戦、しかも、まあ、星を手にしまして天竜源一郎は新三冠王者となったわけですが、あーっとリングアナウンサーがぶっ倒れました。あーカメラマンが危ない。天竜がもう今日はすごい攻め、勢いがあります。天竜まだまだこのチャンピオンカーニバル、今日のこの長岡大会は中盤戦です。さあ川田、ちょっと前回のこの長岡大会と同様にはいかないのか、天竜に切れ味鋭く挑めないのか。オープゴジブレンバスター、さあブレンバスターが戦場外にこの天竜を持っていこうというんでしょうか。ガーッと出たルーパンチ、そしてブレンバスターはロープ越し。天竜アームブリーカー、すごい天竜の攻め。これは何かタンク決戦にもう天竜は挑んできたようです。もうこの放送席の後方のファンも総立ちでもって川田にあるいは天竜に声援を送っています。超満員の長岡市厚生会館、さあ天竜のアームブリーカーが決まっています。もちろんこの川田の苦しい肘、そこを完全に攻めています。天竜源一郎、やっと今川田エスケープ。手を蹴ってくるこの天竜、川田が痛めている右肘が、これは苦しいぞ川田。あっとそこに負傷しております肘に天竜の蹴り、天竜あっとその負傷している右肘自らでこの天竜にエルボーに待ってまいりましたがダメ。完全にそこ情け容赦なく攻めてくる天竜源一郎、ちょっと手厳しいぞ天竜。しかしこの勝負の世界には先輩後輩、後輩先輩も彼氏ありません。まさしく下克上の戦いであります。このチャンピオンカーニバル長岡大会のマットで、その言葉通り今下克上の戦いが見られているわけであります。このトップロープに腕を固定させておいて、あーこれも辛辣な戦法に来るこの天竜源一郎であります。うんのぼりゆう天竜源一郎、俺のところに向かってくるやつは誰かでもなく絶対容赦はしないと、そう話しておりました天竜源一郎でありますが、それにしましても川田もうハイキック、さらには串刺しハイキックすら出ないのか。逆スイング腕を、ここは完全に攻めています。天竜源一郎右肘、川田のここ痛みの走っているところ、負傷している箇所に集中効果といったところ、グーパンチ、水平とグーパンチ、これも天竜今日は厳しい。アームブリーカー天竜源一郎、川田にここはもう完全に川田潰しに出ています。天竜グーパンチ、もう一発グーパンチ、川田はもう左で持って張るしかない。逆水平、あっとどうしてもこの利き腕で持って逆水平を見舞ってしまう。さあ天竜、おーっとハイキック、もう一発ハイキック、しかしこのハイキック食らってしまった天竜、まだまだ余力十分であります。この天竜源一郎、川田がハイキック、天竜は本土関、おっとまたリングアナウンサーを、リングアナウンサーは逃げたようです。そしてフェンスからフェンスの中に入れた川田俊明、そしてエプロンからリングライン、これ天竜入れたわけです。バーに行ってカウント2、和田俊明、さあここ詰めるか、円髄今度は入った、円髄が入って、はい、アウトラリアットはどうか、円髄テンプルに決まった、もう一発決まった、テンプルだ。さあ川田
ランニングハイキック鎌田天霊からボールを奪いました。さあいよいよ決戦の場に向かおうというところであります。全日本プロレス2001春の祭典チャンピオンカーニバル仙台市体育館、時間無制限一本勝負優勝決定戦を迎えます。ここまで開幕戦から熾烈な戦いを勝ち抜いてまいりました太陽ケア、得点は15点でもってこれより決勝戦のリングへと向かおうというところです。太陽ケアが勝てばこのチャンピオンカーニバル最年少チャンピオンが生まれるわけであります。さあ太陽ケア、今仙台のマット戦場へと上がってまいりました。そしてこのチャンピオンカーニバル約19年ぶりにマット登場となりました。そして天竜慶一郎は一番良い成績を収めてそして決勝戦進出したいと話しておりました。その言葉通りとなったわけであります。クルーン上り竜が今仙台は伊達藩のマット仙台市体育館のマットに登場するわけであります。同時にこの対戦カードは新シリーズ2001エキサイトシリーズの最終戦横浜文化体育館大会のあの三冠ヘビー級タイトルマッチの再来とも言うべきカードとなりました。天竜源一郎が今大勢のファンの声援を受けてこれから仙台市体育館いよいよチャンピオンカーニバル決勝戦のマットへと登場です。試合に先立ちまして緑建設株式会社、さあそしてこちら放送席の解説は歩くプロレス40年史菊池隆さんにお願いをしてまいります。菊池さん、はい、さあいよいよ天竜源一郎と太陽ケアの優勝決定戦になりました、はい、どう予想なさいますか。まあ、キャリアから言っても実力から言っても天竜ですけど、ケアには勢いがありますからね、はい、ただどっちも優勝すれば初優勝、ケアが優勝すれば最年少、天竜が優勝すると最年長記録になっちゃうんですよ ね、 今までの記録は57年の第10回の馬場の44歳ですから、天竜も50歳でしょ、でもやっぱり天竜の方に分があると思いますけどね。なるほど、今まで1引き分け1勝でしょ、勝ってそれから引き分けて確かにその間にケアは成長してますけど、まだまだこの修羅場を狂ってきた数修羅場の数は天竜がはるかに踏んでますし、こういう一番にはそういうキャリアが生きてきますからね。なるほどね。そうすると太陽ケアの精神面もかなりこれ揺さぶられますよね。精神面だけですよ、さあ心の方のケアはどうなのか。太陽ケア、そして蹴り技、あっとこれは飛ば、あっ円錐、円錐で来る、そしてバックボン蹴った太陽ケア、ケアがここは反撃に来られるかどうか、しかしちょっと焦点が定まらない、焦点が定まらない太陽ケア、ああこれ福さんダメージあったんですかね。やっぱりかなり後頭部に来てますからね。カウントバカ、どちらが勝っても初優勝ということになります。このチャンピオンカーニバル優勝決定戦、そしてもちろんここは頭部のあたりを蹴ります。太陽ケア、さあショートの蹴り、ショートの蹴り、ケアもやられたことはやり返していいんですよ、はい、アンバスの中央でもってパイルドライバーノーテック打ち、さあどうか、抑えられた、カウント2、カウントは2です。だいぶダメージはあったようでありますが、太陽ケア、そして天竜源一郎、ここは詰めるならばもう今か。この太陽ケア、エルボー落としましたが、あっとテイク、これは横浜でも見せました。そして足を閉じフィギュアフォーレッグロック、さあどうか太陽ケア、天竜源一郎どうか、雲の表情大丈夫か、さあ絞ってきた太陽ケア、
ギブアップか天竜圭一郎。太陽ケア、やはり一度三冠ヘビー級タイトルマッチで顔を合わせているだけに天竜の戦法は読んでいます。そのあたりを天竜圭一郎はどうするか。太陽ケア、横浜でもかかったこの足音の地固め、その足音の地固めを太陽ケア絶好のポジションで決めています。そして揺さぶってくる、上下に揺さぶれば天竜圭一郎肩がついたということで渡り振りのカウント入っています。苦しいぞ天竜圭一郎。そして太陽ケア、完全にこれがっちりと決まっています。しかし天竜、力で持って返す。サードロープには免れることができない。天竜、褐色の肌から汗が光っていますが、天竜源一郎、ここは手を差し伸べる。左の手がサードロープにかかるか。いや、かからない。苦しい。かなりこれ、クスさん、長時間決まってますね。そうですね。もうそろそろ限界ですよ。はい。そして、太陽ケアが、どうか天竜、じりじり、ずっとやっとロープブレイク。さあ、これかなりダメージ足に残りますよね。はい。そしてここは当然ケアは足狙う、狙ってきますね。また天竜の左のちょっと膝、お皿の部分、あのバンテージがね、剥がれてますから、そこのあたりをやっぱり集中交換してまいります。太陽ケアです。こちらは天竜源一郎。また来るか。しかしロープには、おっと、グーパンチ、これを狙っていたか。天竜源一郎、逆水平、逆水平、天竜、天竜の逆襲始まった。ラリアット返した。ハイキック、ローキック、そしてバッキック。太陽ケア、さあ太陽ケア、森の都仙台にロー、ミドル、ハイと蹴り技決まったところ、まだ太陽はさんさんと輝いています。まだ夕日となって西に傾いてはおりません。太陽ケア、そして逆水平、反対側青コーナー見られるが、ここはダブルキック、ロープランドをリードした。そして飛びついて逃げて、さあここはどうか。太陽ケア、15分を経過しました。太陽ケアと天竜源一郎、やはり頭部のあたり、天竜だいぶダメージがあります。頭部、さらには足のあたりにダメージがあります。太陽ケア、そりげて強烈な殺虫剤決まった。さあどうか、もしかしましょう、ツーカウント、ツーカウントで返しました太陽ケア。そして太陽ケアが飛んでくるのか。太陽が火の玉となって今天竜に襲いかかる。森の都仙台の太陽ケア飛んでった。ダメだ。さあ天竜、うーん、上り竜、逆に逆襲が決まって、ラリアット抑えた。カウント、さあ今はもう少し天竜の足をしつこく攻めた方がいいですね。ちょっと攻め急ぎですよ今日は。そしてラリアット、おっと、さあ太陽ケア、気合揺れたラリアット、2つ目は食らった。エビに捉えた。カウント、カウント、カウント、2カウント、まだ粘っている太陽ケア。天竜はもう完全に勝負かけてますね。はい、若干太陽が傾いたかなと思ったんですが、上り竜、そしてダンバスの中央でノーザンライト、これ返っていた、グーパンチ、そしてノーザンライト、これはどうか、テガト、太陽ケア返しました。どこで上がってますね。そして天竜フライアット、これで取るか、スリーカウント、天竜初優勝、どうだという今目線を送りました。天
源一郎初優勝です。菊池さん、はい、天竜初優勝どうですか。天竜自身感じるようなものがあるでしょうね。10年ぶり、まあ、全日本に帰ってきて初めてのチャンピオンを感じたり、はい、50歳にしての初優勝、本当感じるようなものがあると思いますよ。そうですね、ケアはですねもう少し足をじっくり攻めてたら勝機があったんですけど、もういいと思ってちょっと攻め急いだのが、まあ、敗因でしょうね。天竜はそれをちゃんと見抜いてましたからね。まあこれで、2度もですね天竜に向かってシングル戦で挑んでいった太陽ケア、まあやっぱり、天竜その厳しいちょっとそのピリッと辛いプロレスですか、はいはい、それをこう体感させられた感じがしますね、はい、でも一戦ごとにケア成長してますね。はい、さあそして今ご覧のようにチャンピオンカーニバル制しました天竜。ジャイアント馬場選手もあのスタン・ハンセン選手も数々の名選手が抱いたこの大トロフィーを今天竜源一郎がしっかりと今身に収めたところです。73年3月のデビュー以来ジャンピングニーパッドバックドロップを得意技に活躍、日本人としては初めて AWA 世界ヘビー級王座を獲得し三冠王座を統一するなど数々の金字塔を打ち立てた。しかし1999年3月肝炎のために引退。現役時代から志した大学教授への道では慶応大学、中央大学、桐蔭学園、横浜大学などで講師を務めた。1999年4月からはアメリカポートランド州立大学に客員教授として招聘され教鞭を振るう。2000年5月13日英語教鞭49歳でした。ただいまよりジャンボ鶴田選手の一周期追悼転換討論を行います。皆様ご起立のほどご協力のほどよろしくお願いいたします。場内からは手拍子が沸き起こっております。 FMW を勇退しました田中正人、さらには小坂秀樹、この全日本マットに登場であります。全日本プロレス2001スーパーパワーシリーズワンナイトスペシャル後楽園ホール、フラッシュが光る中、そしてこれから登場大阪が先に登場、そして田中正人が入ってまいりました。これよりはこのタッグマッチ30分一本勝負をお伝えしてまいります。アウトは250ポイント小坂秀樹、250ポイント入ります。田中正人、ものすごい形相は奥村、後方からそれをじっと
ットにやります荒谷信孝さあ早速後楽園ホールよりこのタッグマッチお送りしてまいりましょう。さてこちら放送席解説は歩くプロレス40年史菊池隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎敏夫でバイオレンスにこの試合お送りしてまいります。さあ菊池さん、はい、まあ、FMW を勇退した田中さらには保坂が上がりましたけれども、はい、見た感じいかがですか。いや、ね、奥村は、ね、すごいいい顔しっていうかいい目つきしてますね。今もすごい放送でしたね、はいはいはい。まあ、田中に対する敵愛心といいますか、あの入団してからちょっと忘れかけてたハングリー精神に刺激を受けたという感じですね。そうですか。いいとこは売らせないぞと、俺たちの方が先輩なんだぞという意識がありますよね。あ、なるほど。あのこの田中は全日本プロレスのマットは初めてだから、はい、初めてです、ね、そうですか、はい。さあその今田中雅人が先発、向こう側赤コーナー陣営は奥村茂雄が先発であります。身構えた奥村茂雄、そしてこちらは田中雅人です。昭和48年2月28日生まれ、和歌山県の和歌山市出身です。過去 WEW シングル、世界ブラスナックル級やさらには ECW 世界ヘビー級など、まあ、数々のタイトルを奪取してまいりました。この田中雅人であります。ドロップキック至近距離から決まりました田中雅人、しかし思いっきりリストホイップ、奥村さあどうか。今日の奥村面白いですよ。あ、田中の体の傷はですね、やっぱりハードコアで鍛えてきたというか、その世界を歩いてきた男の体ですよね。はい、まあ、今日はもちろんのこと FMW ファンの皆さんもですね、じっくりとこの田中雅人の試合を見ていることと思われますけれども、さあそして同じく大阪秀樹が入ってまいりました。まあ、あの金さん、大阪は全日本のマットっていうのは単発ですけど、東京ドームに上がってるはずです。はいはい。そして、まあ、ほぼ同じ体格のこの荒谷信孝と今交わりました。レフトからヘッドロックの体勢、この大阪秀樹であります。ロープに振っておいて、さあ大きな声を発した大阪、ロープのハンドを利用した大きな元力士の荒谷信孝に挑んでくるか。荒谷がこれ簡単にレフトからショルダータックルでどうされましたね。あの最初の頃はジュニアヘビーでやってましたけど、今も上行ってものすごく増えてるでしょ。はい、それで動きはまだまだあのいいんですよね。あ、そうですか。ジュニアヘビーの動きもできますから、僕はこの選手勝ってるんですよね。なるほどね、はいはい。ただちょっとあの容量が悪いところもありまして、はい、ちょっと出世が遅れてるんですけど、いい選手ですよ。あ、そうですか。大きく飛び越えていって回転エビ固め、カウントワン大阪秀樹、ドロップキックエープルからリングした大阪、飛んでくるのかどうか、スライドするか、飛んだ。これは飛びを見せました大阪秀樹。この大阪秀樹、昭和46年の8月5日、新潟県の糸魚川市出身です。デビューは平成3年の8月7日この後楽園ホールでデビューを飾りました。この大阪秀樹、まあ、得意技がスパインボムというんですが、どんな技なんでありましょうか。一方は田中雅人入ってまいりました。得意技はダイヤモンドダスト、それが見られるかどうか。この田中雅人、そして荒谷信孝が今組み合ってくる。おお、エルボー。これはあの普段ですと菊池さん、荒谷がエルボーを公式で出すってのね、うん、でもね、田中の得意技はエルボーなんですよ。あ、そうですか。弾丸エルボーと称しまして、タイチに弾丸って入れてるでしょ。弾丸エルボーが売り物なんですよね。なるほど。エルボーを放した田中雅人、荒谷のエルボー、もうカウント、田中荒谷もカウント、負けてはいられない荒谷。もう本当に意地を抜き出してますね。はい、荒谷にとってもいい成績になるでしょう。そうですね、エルボー合戦になっています。さあ奥村と荒谷、昨年の秋10月正式全日本プロレス入団を果たしました。ですから砦を守ってほしい。エプロンからリングした、危ない危ない、低空できた荒谷。 FMW 時代はもうその死闘でもってこの田中雅人も生傷の絶えない毎日を送っておりました。さあそんな今、田中雅人、奥村茂雄が目前に控えて頬をはたいた。さあ田中にも一発、顔面かきぶした、カウンターのキック、奥村茂雄
ケさん、はい、まあ、私もあのこうやって他団体の選手がですね、こうやってあの全日本のマットを踏んで、まあ、いろんな選手が登場するんで、どの選手こう資料を調べるのも大変なんですけどもね、まあ、それにしましてもこの田中のこの気の強さっていうのはもう上がった瞬間に伺いましたが、どうですか。田中はね、横浜アリーナの名イベントで、はい、スマッチで雰囲気を追放した男ですからね、大舞台も踏んでますし、はい、あの気の強い選手ですよ。あ、そうですか。まずこの男はあの腰が引けたこと見たことないですよね。まあ、よく FMW ではそのデスマッチをね軸としたいろんなその戦いがありますけれども、まあ、その中で鍛えられたんですから、まあ、本人はあのデスマッチよりはオーソドックスなプロレスの方が好きなんですけど、はい、でも ECW でもチャンピオンになってますし、ECW っていうのはアメリカ地区のハードコア団体だったんですけどね。あ、そうですか。今日本にはさまざまなプロレス団体があります。頻繁に稼働している団体が5月1日現在で45団体、そしてまあ月1回とか、あるいはまた2月、三月おきにある団体を含めますと全部で67団体があるわけであります。そんな中、各選手がそのキャンバス上でしのぎを削るそのプロレス界であります。30分1本勝負、あれはね、インディーの中では売れっ子でもう、はい、それこそあちこちから来てくれという知り合いが多いんですけどね、でもやはり全日本を初めてということでちょっとやはり緊張してましたね。そうですか。やはりそこはメジャーとインディーの差は自分がそれを感じてるんでしょうね、はい。まあ、全日本プロレスも昨年の夏からいろんなそのインディー団体の選手がリングに登場しているわけなんですけれども、そんな中、FMW を勇退した田中雅人、全日本のマット、後楽園のマットを初めて踏んでるわけであります。一方こちらは保坂秀樹、薬水兵奥村捉えてくれた。やっぱり空山さんにおっしゃってるように奥村の表情違いますね。違いますよ今日は、これが昔 の、 あのインディーで苦労してた頃の奥村ですよね、はい、これが戻ってくればまた一皮も出てきますね。まあ、菊池さんね、よくあのインディーの選手が俺たちは雑草のごとく踏まれて踏まれてここまで来たんだと、はいはい、いわゆるそのエリートではない、はいはい、だからこそ絶対にこのプロレス界を掌握しているんだってコメントを聞くんですけどもね、はいはいはい、まあ、それをこう象徴するかのごとく田中と大阪が今熱戦を展開しているんじゃないかと思われますが、はいはい、まあ、FMW はスーパーインディーと称してますけど、はい、今あの田中たちはそれを飛び出して、もうそれこそあの雑草のようなインディー生活してますからね、はい、ただこの2人はですね、あの今まで全日本がインディーの選手を使った時はテストというようなケースがありましたけど、はい、この2人はもう完全に殴り込みですからね、はい、田中は川田さんをあの目標にしてとはっきり言ってますし、あ、そうですか。でこのマッチメイクはですね、川田に果たして川田と対決できるのかどうか、お手並み拝見と、あのマッチメーカーの淵間さんの方が言ってましたけどね。あ、そうですか。ならば当然のこと、藤正信もこの後楽園ホールどこかの位置でもってこの試合を見ていることでしょう。2001全日本プロレススーパーパワーシリーズのワンナイトスペシャル、まあ、今日は第2試合には新井、堀口、斉藤、そして神田、望月、ダークネスドラゴンという試合もありました。まあ、さらにはこの後新日本プロレスからは後藤、小原が登場し、太陽ケア、長谷博士、そして新アジアタッグ王者決定戦、進出者決定戦は内藤原組対柿原永井、さらにはジャンボ鶴田一周忌追悼特別試合メモリアルバトルロイヤルというふうに今日はマッチメイクされております。さあ、そんな中、この今日のこの後楽園ホール決戦、中盤戦は荒谷奥村対田中穂坂の一戦でありますけれども、そんな中今奥村とそして穂坂ちょっともたついた、大丈夫か穂坂、逆手平手、頬を叩いた、荒谷、まあですね、奥村と組んで、そしてまた奥村がそれにこう乗せられるかのこと、今日はいい試合ですよね、本当ね。この2人はかなりタッチャンピオンで、チームリーダーはどっちかというと奥村なんですよね。はい、ものすごい逆水平、バシッとという音が後楽園ホールに響く。ただ、あの奥村組にしても、田中不審なる川田戦まで持っていかせないぞという気がありますからね。はい、荒谷とこの奥村もですね、後楽園ホールではよくあのタッグを組んでこうやって試合を務めてますけれども、今日はこの荒谷もそれから今コーナーに控えている奥村もですね、はい、何かその同化戦に火がついたのごとくガーッというね、まあ、その試合展開、はい、田中の何組がいい試合陣になってるんですよね、田中に川田まで行かれたらこの連中は恥ですからね、はい、早くももう胸板のあたり竹のような汗を流しております荒谷、垂直落下できた、抑えていってカウントはどうか、
中が担当、田中雅人、穂坂秀樹、さあ FMW を勇退した田中、さらには穂坂、菊池さん、まあ、こういう言い方したらですね、はい、ファンの方に怒られてしまうかもしれませんが、インディー魂っていうんですか、はいはい、そういうのはこの田中と穂坂、今まさに、リング上で爆裂している感じがしますが、まあ、それを見せる場ですからね、これが特にメジャーの全日本初めてですから、はい、これをインディーで鍛えてきた力と、もうこれ一発で見せないとあとは続きませんからね、はい、それこそカーダまで行くためにはこれなんとか突破せないといけないんですよね、さあそして危ないぞ、フェンスに激突、おお、腹部からぶつかっていきました、穂坂秀樹、大阪秀樹をエプロンからリングラン入れました、アラヤ抑えてカウント、カウント、どうか、気づいていないレフリー、そんなにも私の怒鳴ることないんですけれども、さあやはり、まあ、それだけレフリーが引きつけられてるんですが、レフリーをもううまく田中が今利用したということですかね、はいはい、そういう意味では田中もベテランですからね、はい、穂坂とコンビを組むことはあまりないんですけど、やっぱり息は合ってますね、やっぱり、そうですか、一緒に行動してますからね、バックボーンを叩きました、荒谷信高、後頭部を蹴った、今度はバックボーンだ、荒谷信高、こんなに怒り狂っている荒谷を見るのは久々、ラリアット、穂坂秀樹にラリアット、荒谷大阪のラリアットをかわしていって、これはのチョークスラムを狙ってるんですが、大阪が持ち上がらない、押し落としました、エスケープしました大阪、まあ、今大阪がそのロープサイドよく見てましたね、それで見た目より大阪の体が重いんですよね、そうなんですか、はい、そして奥村茂雄サイドキックから速射砲でいきたいんですが、やっと逆にこれは大阪が速射砲できました、田中雅人、大阪秀樹の FMW を勇退したこのペアが王道マットを踏んでいます、ロープリフト、ラリアット返した、軽く飛んでのエルボー、そして田中雅人にスイッチしました、さあ田中雅人にスイッチした、トップロープ最上段からミサイル、田中雅人、アラーが入ってくる、本当にダブルでした、これはキッサー、はい、日本の国民さん一人に一人田中の得意技2つを1人に出したということですね、はい、ストナーとそれからダイヤモンド出したんですか、はい、ラリアット、アラヤが身構える二方立ち、ラリアット返した、田中ラリアット、さあインディー魂が今炸裂しております、田中雅人セカンドロープに乗った、この体勢からスイングした DDT、 カウントはどうか、カウント2、菊池さん、はい、多分私もこの FMW 軍団、田中大阪氏初めて実況されたんですけども、すごいスピーディーでテンポ上げるんですね、ちょっとアラヤの動きが黒臭く見えますけどね、はい、アラヤはさっきのエルボーでちょっと一時意識が飛んだような感じですね、はい、それ以外はようやく戻ってきたところでしょう、今もちょうどお話のさなかスピアタックルを見せました田中雅人、新シンクで来る、今度はエルボー、技を一つ一つ話す時の声、発する声っていうのがその力強さ、気の強さを物語ってますね、はい、抑え込んでいった、カウントは2カウント、さあ後楽園ホール場内のボルテージも上がってまいりました、気温もかなり上がってまいりました、また今日のこの会場の外の気温というものもかなり上がっているわけであります、もう解説の決算も額のあたりうっすらと汗がにじんでますけれども、まあ、それだけその見入ってしまうような熱のこもる試合ですよね、体の動きいいでしょやっぱり、はい、ありがとう田中雅人、そして大阪秀樹、ラリアット大阪、片指に捉えていってカウント2、大阪秀樹の
う。胸板のあたりがもう赤くなっています。ニュートラルコーナー送った、カウンターのキック。さあここでどうするか、保坂秀樹。トップロープサイドからなだれ式フランケ抑えた。さあカウントはどうか、カウントカウントというカウント。やはりあの動きとか岸さん見ますとですね、これあの短期戦よりもこれ長期戦になりそうですね。そうですね、まあ、あの田中も本坂もスタミナありますからね。心配なのはアラエのスタミナですよね。あ、そうですか。抑えていってカウントはというカウント。大坂秀樹、まあ先ほどあの田中の経歴ね、まあ、ファンの方ならご承知の通りなんですけれどもご紹介しましたが、 ECW 世界ヘビー級なども球児さん出してますからね、はい、まあ、ECW っていうともご承知の通りあのハードコアですからね、はい、一時日本にもあの進出してきまして、そういう人気ありましたからね、そこをアメリカで取ったということは大きいですよね。はい、さあその田中と保坂、何かこれはちょっと奥村があの動きどうしてしまったのか、カウントはどうでしょうか。カウントは2カウント。さあ今レフリーのカウントをちらっと見やりました。この保坂秀樹、そして青コーナーには田中正人が控えています。一方赤コーナーから今奥村に声をかけた荒谷信孝でありましたけれども、ここでもってネックブリーカーに来て、さあ荒谷、荒谷のスタミナ、荒谷長期戦になるとちょっと苦しいもありますからね。そうなんですね、ちょっとまだ肉がつきすぎて感じですからね、はい、でも奥村も飛ばしすぎてちょっとスタミナが心配になってきましたね。あ、そうですか。ここでもってスプラッシュ、荒谷信孝。さあ粉砕者奥村茂雄がこの保坂を粉砕するか。ちょっと今タイミング遅かった、ダメだ。やっぱりクセな、ちょっとあの間ありましたね。ありましたね。ちょっとダメだったんですかね。そこで田中が飛び込んでくる隙ができちゃった。あ、なるほど。さあここで FMW 入隊した田中雅人、エプロンからリング下転落させておいた。全日本軍がここは勝機到来となったのか。ラリアット、あれや、ああちょっと今これニールキックなんですが、ちょっとこれは低かったですね。返しました大坂秀樹、ボディスラムから奥村セット、あれがさあムササビが今日の中央バッター抑えて、全日本組が保坂を狙うのは正解ですけど、すぐ田中の勝った邪魔になりますね。はい、後楽園ホール、先ほどからもう双方のファンの皆さんからものすごい声援が起こっております後楽園ホール。そしてここはトゥープラトンでもって保坂を捉えるか、バックドロップとさらにはチョークスラムの合わせ技、保坂捉え、カウント、岸さん、はい、まあ、保坂をですね、仕留めて、はい、この奥村と荒谷組ホールディング再三行くんですが、はい、レフリーがその間あのうまく田中が引きつけてますよね、はい、これやっぱり、まあ、インディで使ったそういう老化者なんですかね。まあやっぱりキャリアですよね。ああ、そうですか。ただお客さんの反応はね、最初はあの田中保坂組、まあ、本願日みたいな感じでありましたけど、荒谷奥村組頑張ってるんで、今度ちょっとブーイング多かったんですけど、はい、声が飛ぶようになりましたね。これがいいんですよね、田中たちがいい選手を与えてますね。はい、さあそしてここは万事固めで来るか、奥村茂雄の万事ですが、ちょっとこれ入りはどうですか。エスケープするか、エスケープ、自力で持ってエスケープしました。さあ奥村、大阪がパンチで持って返す、エルボーで来る、これは飛びついた、これが得意なんですよ、はい、さあそして田中正人が入ってきた、荒谷をリン
ング下に落とす。エプロンからリング下。さあ、奥村をここで捉えてくるか。ちょっと大阪の走りがあまりありませんね、力ね。さあ、そして気の強さには定評があります、この田中正人。合わせ技で来るぞ。合わせ技で来たかどうか。ダイヤモンドラスト抑えた。さあ、アーラヤがカット、アーラヤがカット。さあ、そして田中正人ショックトーラ。そして大阪が奥村を捉えてくるか。20分を経過しました。やはり長丁場になりました。トップロープから田中飛んでった。ボディープレスカウント。田中さん、私は我々の小鉄のような組み方です。そうですね、山本小鉄さんもかなり飛距離ある、はい、あのボディープレス見せましたもんね。そんな中、さあ田中、奥村が粉砕者が粉砕されてしまうのか。ちょっと、聞いてますんで、奥村の体から力が抜けてきた感じですね。あ、そうですか。今のに詰めたのかは、観客するか下げなきゃならんところですよね。はい、エルボーできた奥村。さあ、抑える。ちょっと力がないか。そのカバーに出ないですからね。はい、そして、あ、捉えていった。捉えていって、どうする、どうする。キャメルクラッチ、キャメルクラッチ来るか。スリーパー入ってますね。そしてリング下では大阪が荒谷を捉えている。さあ、奥村危ないぞ。荒谷が入ってダブルスリッチハンマーからエプロンからリングした。田中に正気というものが来てしまったのか。ラリアット相打ち。奥村でネットか。当てろ。さあ、田中正人、これで決めるか。奥村耐えられるか。ローリングサイド抑えていってカウント。次は田中、全日本マット初登場にして奥村をローリングエルボーで攻めました。さあ、菊池さん、振り返ってください。田中が本領発揮した試合ですね。ただ、荒谷奥村組にも非常にいい刺激になってますんで、はい、この2人が、まあ、目を覚ますって言ったら悪いですけど、今までちょっと半分で抜けてるところもありますんで、ここで探してくれたら面白いですよね。そうですか。田中が出てきたおかげ、出てきたために荒谷奥村が復帰して、今日いい試合だったんですよね。はい、お客さんの声援も荒谷奥村の方にまた固いというか、まあ、回ってきましたからね。そうですか。まあ、ちょっと私の失言になってしまうかもしれませんが、全日本プロレスファンの方にしてみればですね、荒谷奥村どうしちゃったのさという、はい、そんな言葉を持っている方多いかと思われます。最近荒谷奥村でしたらこの辺は仕方ないですね。脱皮してほしいという。本当ですね。今日いい刺激を受けたということじゃないですか。いや、それにしても菊さん、はい、FMW でね、はい、培ったもの、スタミナだけではなかった、はい、すごくものがあったなって私今これ痛感してるんですがね。FMW もね、モニターもフィーズも、レスリングだけはしっかりさせてますからね、その上でハードコアをやってますから、激しい生き方ということでは今の日本のこの荒谷奥村よりは激しく生きてきましたからね。これよりは後半戦。さあ、今テーマ曲流れて入ってまいりました。勝負する国会議員は長谷博士。今 T シャツを脱いで、そしてファンへ今サービス、後方からはさんさんと今日も輝けるか太陽ケアです。そして迎え撃つ対戦相手チームはこのチームです。知り見
ってまいりました。大原道義、そして後藤辰利、早くももう乱戦が始まっています。後藤が太陽ケアを、そして大原が汗とやり合っています。鉄柱、早くももう今大原道義がこの長谷博士を捉えています。今ゴングなりました。30分一本勝負、太陽ケア長谷博士組対後藤辰利、大原道義のこのタッグマッチをお伝えしてまいります。さあこちら放送席、解説は歩くプロレス40年史菊池隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎俊夫です。さあ早くも走り込んでいっての大原道義エルボーを見舞ってまいりました。キュッさん、はい、まあ、この後藤大原犬軍団としてね、日本マットでも暴れまっておりましたけども、もう早くも入ってくるやいなや自分たちのペースですね。もうね、IWGP タッグ王者になった時が、まあ、全盛期だったんですけど、強い勢力のチーム自力ありますよ。あっと危ない危ない危ない、射席を持った、ハンディカメラに今もう少しで当たるところでした。長谷博士逆水平、後藤辰利に今逆水平を放ちました。長谷博士、さあバックステージから観客席へとなだれ込んでまいりました。長谷博士に椅子攻撃はこの後藤辰利であります。菊池さん、早くも収拾がつきませんね。こういう場外乱闘はもう気に入せんのペースですからね。はい、パスを早く切り上げた方がいいですね。観客が逃げ惑います、この後楽園ホール。さあ、あっと今も記者席がめちゃめちゃです。完全にも記者席がステージ側に後楽園ホールの茶席はあるんですが、それが全てもう下へと落とされてしまいました。さあそして勝負する国会議員がミサイルキック、長谷博士、今日は控え室で大分気合が入っていました。そんな中長谷博士トップキック、長谷博士も今日はご覧のようにロングタイプ姿になっています。さあどれぐらい回してくれるんでありましょうか。長谷博士さあ回る回る、長谷博士のファン大サービスメリーゴーランドが始まりました。ここは後楽園ホール、後楽園メレンジではありません。さあ長谷博士軸足をしっかりつけて回る回る、ちょっと今日周りが少ないですね。やはり前線試合の話とは違いますね。そうですね、小原が重いですよ。確か菊池さん、はい、今年のですね2001年になりまして、はい、初めての試合初広島の後楽園ホールで、はい、藤正信と対戦いたしましたが、はいはい、まあ、その時ジャイアンツスイング26回転したんですよね。はいはいはい、まあ、縁の体は、細長いんですよ。はい、お肌の体四角いですから振り返しにくいんですよね。はい、バックを取ってどうする、いやアトミックフルバックドロップ、太陽ケア、カウントは2カウント。まあ、太陽ケアもですね菊池さん、はい、天竜源一郎とシングルで持っては3度ですね、負けるともかかる、それからチャンピオンカーニバルもですね公式リーグ戦も対戦し、まあ、通算3度だとなかなか天竜源一郎破ることできませんね。でも1戦目で成長はしてますね。はい、あった、しかし後藤が、そして今度は小原が真正面から片指だ、どうか、カウント2カウント、そして後藤辰利が入ってまいりました。ラリアット真正面片指で捉えていってカウント2カウント、太陽ケア、さあその太陽ケアを2軍団がこれは捉えてくるか、走り込んでいってのラリアット、今度は体、大原のネックブリーカー、後藤の連携はうまいですよね、やっぱり。はい、そして太陽ケアを取ってバックドロップ、ひねりを加えた、これがあるから怖いぞ後藤辰利、長谷博士が入ってきた、
ます広志がここはストンピングストンピング連発してくるんでありますが長谷広志さんだけそして後藤勝利にもひねりを加えた長谷太陽系ちょっとこれ菊さん、はい、スタミナなどはどうですかスタミナは大丈夫なんですけどちょっとリズムが狂ってますね、出た出た灰色そして延髄後頭部手前側では長谷広志が大原を椅子攻撃さあここでもって長谷広志この体勢からワイヤーしましたさあスリーカード太陽ケア後頭を吹かれましたしかし後藤やっぱり太陽ケア の力を加えたハワイアンスマッシャーの前に倒れましたね、はい、その前の長谷のセットがうまかったですねああきちっとも表に出しておいて、上がれないようにしてましたからねはいでレフリーと一緒に学校でまで数えてましたし長谷には余裕がありましたねはい、まあ、時折見せるあの拷問技ですかはいはい、そのあたりを非常に淵正信これは淵らしい感じがしますね、はいでまだまだ新しい技いろいろあのテストしては使ってますからね、さっきまたあの新しい形のレッグスプレッドを使ってますああそうですね、はい、そして今藤原義明でスイッチ藤原義明もヘッドバットさらには関節技時折ですね、まあ、鉄柱折りした急所攻撃又崎系なども見せることがありますこの藤原義明です藤原義明の逆肩エビ固めに行くかまだステップオーバーはしておりません長井光也がちょっとここは藤原義明に左の膝ダメージを負わせようという藤原にこれ捉えられておりますがさあ藤原義明膝に行くぞと見せかけていって隙をついてこれあのアキレス腱なども菊池さん行きますからね決まってんじゃないですか、さあ場内からはここはブレークでもって惜しみない拍手が沸き起こっております後楽園ホール今年7回目の全日本プロレスの試合ということになっていますさあそして淵正信これですね又崎系ですねさあここはちょっと淵正信と藤原義明えげつないぞレッグスプレッドに来ます最近この技を多用しております淵正信であります長井光也の股を裂こうというんでありましょうかこの淵正信です色白の淵正信さあこれ股だけではありませんこれあのアキレス腱もかなりこれ来てるんですよねハートホールも決まってないですねあれをまたあの相手の顔面の方にくっつけるんですよね、あの股先っていうのはこう水平に開くんですけど、淵の場合はなんか90度の角度で片足を相手の顔面の方が持ってっちゃいますからね、あれが苦しいですよ、はい、柿原正人が入ってこようと思うんですが和田レフリーによってそのあたりはいさめられておりますそして藤原義明が入ってまいります藤原組長さあ今日も大汗をかいてそして勝利して返すに意気揚々と戻れるんでありましょうか藤原義明これはしかし藤原組の連携プレーというものが混ざっているんでありましょうかもうベテラン組の役の中のものという感じですね、はい、藤原義明がこれは長井光也の肩口さらには後頭部首の下のあたりですねそのあたりをストンピングを見舞っているわけでありますさあ藤井正信がなおもこれしつこくこれとこういうところがやっぱり福さんこうねちっこいってそうなんですね、さあそんな試合展開になっています明るく楽しく激しくさらには新しいですよプログラムこれはきついぞこれあの行くぞと見せかけないでいきますから、はい、あれたまらないですよねこれあの足首も股関節も決まっちゃいますからね、これが長期になりますと長井光也は苦しいぞさあ藤原義明入ってきた藤原義明がやはり長井光也の左の足首股関節さらには攻撃これ渡辺フリーがタッチを成立しているというジェスチャーです、はい
若干これショートの雷のキックでもって返して回りました。ダメです。さあ柿原正人、これはちょっとこれ今日は柿原さらには永井が全く試合のペースというものを乱されて、そして藤と藤原組の方にペースというのがもう自然的にこう流れ込んでる感じがしますね。藤、はい、藤原組は相手に結構警戒してるのは足利殺しだと思うんですけどね、はい、これ今のところ構想してますね、まあ、かつてはこの藤藤原組の一戦何戦も実況しましたけれども、こんなにもネチネチ同じ箇所を攻めていくっていうのはこれはもう初めてですね。まあ、それだけ相手のキックを警戒してるということはキック強いんだということですよね、そしてチョーク攻撃、こういう細かいというんですか、そういう反則殺法を繰り出してまいります藤原義明、さらにはこの藤正信です。レフェリーの角度があるとあっさり足上げちゃうでしょ、そこで前に組まれないコツなんですかね、しつこくないですからね、さあここはバックドロップで来る、それを抑え込まずしてどうする、おこれで持って足を捉えてフェイスロックさ STF になるんでありましょうか、泣き固め。さあこれで藤と藤原組、柿原長井組を破って武道館にその二人でもって手に手を取って歩んでいくのか、どうか柿原サードロープにエースケープのことができました。まあ、もうプロレスにはチョーク認められてませんから、今チョークスリッパーが認められるでしたらもう、はい、試合終わってますね、まあ、とにかく日本武道館には新日本プロレスの永田さらには真壁が待ち構えているわけであります。そこまで道がつながっているのは藤原組か、はたまた柿原長井のヤングペアでありましょうか。柿原長井チームにとりましてはその武道館まで行く道は茨の道であります。そんな中をさあアームバーに捉えてくるか柿原、こういった技今日は菊池さんなかなか決まりませんね。相手をカットしておかないと決まらないんですよね。さあそしてこのヤングペア柿原とそして長井が徐々にペースを乱されたペースを捉えてくるんでありましょうか。カッキーが飛んだった、軽くついてさあこれを決めた、はい、さあこれで日本武道館への道が今完成しました。柿原と長井、菊池さん、はい、これでいよいよ永田と岡部の新日本プロレスへにこの両者が向かうことになりました。まあ、あの新人の登竜門という意味からすればいいことじゃないですか。ベルトを巻いてやるからお前ら見てろよという、そんな柿原のジェスチャー、汚れた英雄が入ってまいりました。ターザン後藤が全日本マットをこれから踏みます。このターザン後藤はかつてジャンボ鶴田さんの付け人をしておりました。そして今これから王道マットを踏もうというところです。ターザン後藤、おお早くも椅子を持って今誰を殴ろうと思ったんでしょうか。ターザン後藤です。汚れた英雄が入ってきた。さあそして雷鳴がとどろけば次に入ってくるレスラーはこのレスラーです。走り込んで入ってきた不運の森流天竜、天竜は太陽系を早くも捉えた、エルボーを放つ
ましたけど、いやこれファンは大喜びですよね、予想外、しかもですね、あれやってやって王をやったでしょ、ジャンボの、あれ天竜はあの頃嫌ってたんですけどね、やっぱり亡き親友でありライバルに捧げる王ですよね、天竜はでも実にいい顔してましたね。そうですね、このスーパーパワーシリーズワンナイトスペシャルを迎える前は天竜源一郎 FMW の5月5日川崎球場大会冬木ひろみと対戦したわけでありますけれども、30発のグーパンチ、さらには10回のラリアット冬木に浴びせました。さあもう目まぐるしい試合展開となっています。さあ長い太陽ケア神田ターザンごとアラヤと残っているわけであります。さあターザン後藤と和田レフリーがものすごいやり合いですね。あ、これ凶器を使おうと思ったんですが、椅子を取ったターザン後藤、まあ、インディーで世直しを称してやってきたことは、このメジャーのリーグでは通用させないぞという強兵の主張でしょうね。なるほど、ターザン後藤、まあ、先ほど申し上げましたが、かつてはこの全日本プロレスではジャンボ鶴瓶さんの付け人をしておりましたね、今はもうインディーの対戦 の目ですからね、片っ端から話もらってますから、さあターザン後藤が入ってまいりました。そのターザン後藤ハイキック、長井光也強烈なハイキック、しかしこのターザン後藤も何かもう走り回るおまんじゅうという感じがしますね。いや150キロっていうのはもうほとんど全員最重量ですからね、キムドクより重いんですからさあそのターザン後藤に、ああ低空できた、抑えられた、山まで来た、カウントスリーカウント、ちょっと後藤は余裕を見せすぎましたね。はい、おそらくジャンボ鶴田さんもこの会場どこかでこう微笑ましくね、見ていることじゃないですかね。さあそろそろリングラインもその優勝者というものが絞られつつあります。太陽ケアと荒谷信孝、太陽ケア、太陽ケアは10月8日にこの後楽園で行われました全日本プロレス の2000ファン感謝デーのバトルロイヤルで、太陽ケア優勝してますからね、でもこれで腰痛めて翌日の東京ドーム決勝になっちゃったんですよね。はい、今お話をしているさなか太陽ケア退場、さあ3選手に絞られた、これはどうか、足引っ張った太陽ケア、神田が退場、荒谷と、そして長井です。この両者に絞られました。どちらが優勝するか、ジャンボ鶴田一周期追悼特別試合メモリアルバトルロイヤルの優勝はどちらか。まあ、荒谷には意地がありますけど、長井には意地がありますよね、今日はね、担ぎ上げられて、荒谷信孝が若干ちょっと後方にそれすぎたデスバレーボムを放ちました。ちょっと危ない手みたいですね。荒谷信孝、さあ抑えていったカウントは2カウント、勝った方が優勝です。どちらが優勝するんでありましょうか。ラリアットを返した、ヒールキックは空を切ったかどうか、ちょっと顔をかすめたんですよ。あれが一番痛いんでしょうね、ダメージっていう意味ではなくて、はい、肘が痛いんですよね、今ね、ヒールキック今ヒットしてますね、はい、これで長い優勝か、カウント2カウント、そして荒谷信孝と長井光也、優勝者が絞られるこの両者の戦い、そして今スワンダイブしてラッピングに、あれが立ち向かう、ネルゲック長井のネルゲックカウント、どうか、スワンダイブ
ジャンピングリーがあのフィニッシュの突破口だったっていうのはジャンボについてこいでふさわしいんじゃないですか。そうですね。チャンピオンカーニバル参加権争奪リーグ戦1位永井律也がこれからリングに入場してまいります。唇を噛みしめて、そしてこれから気合を入れて戦場へと向かってまいりました。永井律也、そして永井律也は今日デンジャラス K 川田俊明とこれから港横浜のマットでぶつかります。昨日の大阪でチャンピオンカーニバル争奪リーグ戦でトップタイ8点で並んだ永井とジムスティールが、まあ、くじ引きを行いました。まあ、川田がくじ引きで永井を引いてこのカードが実現したわけであります。さあ川田俊明、もう通路ご覧のようにファンでもみくちゃ、そしてこれから川田がリングに入場してまいります。赤コーナーから登場はデンジャラス系川田俊明、両選手の対戦じっくりとお伝えしてまいります。30分一本勝負を終えます。青コーナー230分の永井律也、今日はより以上に気合が入っています永井律也。川田俊明、そして黄色い紙テープがリング内に投入されればデンジャラス系川田俊明健在、両選手の対戦をお伝えしてまいります。解説放送席歩くプロレス40年史菊池隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。菊池さん、はい、まあ、永井律也がですね、はい、まあ、川田が大阪でくじ引きでその永井を引いてこのカードが実現したわけなんですが、はい、もうチャンス到来ですね。永井としてはもう望むところでしょうね。はい、昨日の大阪大会では藤原義明と30分フルタイム戦いました。さあその疲れが果たして取れているのか永井律也。今日は川田が蹴り技主体で来るのであれば蹴り技で行こうというこの永井律也です。ローキック、早くもローキック、今度はハイキック、永井律也が蹴ってまいりました。昨年の11月20日姫路港ドームで両雄がシングルで初対決いたしました。まあ、その時は9分31秒、拷問式ストレッチプラムで川田が永井を破り去りました。さあ果たして今日この永井完全と川田に立ち向かっていけるかどうか。出会い頭に蹴り技、おっとハイキック、今度は胸板エルボーで来る永井律也。さあ川田が反撃、川田の反撃が始まりました。ちょっとふらついている永井律也、川田のエルボー、永井のエルボー、エルボー合戦になっている。気合を入れて永井律也姿勢を発しながらエルボー放つ、そして川田が迎撃、強烈なエルボーを右から連発してくる川田俊明、もう一発エルボーを放つこの川田俊明です。ケツさん、はい、まあ意地がぶつかり合っている感じですね。完全に意地になってますね。長屋は昨日の藤原組長との試合と全く違う戦法ですね。カウンターハイキックで来るエルボーで来る長いハイキック、川田俊明の強烈なハイキックが見られています。長井律也、さあここでもって早くもレフリーのダウンカウントが入っています。やっぱり効力あったんですかね。クサカーダもあの口からチームを流しましたしね、あのあれだけの男性だったらかなりダメージありますよね。はい、そしてニースタンプは喉元、片指固めで捉えていってカウントはどうか、カウントはグーカウントです。川田俊明、永井律也です。両者の激闘、バックマンを蹴った、さあストレッチプラムか、まだつぼみ。さあ山下公園には梅の花が咲いておりました。そんな中この横浜文化体育館のマット上、川田俊明が梅の花を開花させるんでありましょうか。ストレッチプラム、
本は永井が粘っていますが、エスケープできるかどうか。セカンドロープに手を差し伸べる永井律也。しかしこれは体勢がちょっとこれ鎌田俊明崩れ去りました。そして今度はキャンバスの中央ストレッチプラグ、強烈なストレッチプラグ、そしてエルボーを放つ。なんとかここは鎌田俊明、永井律也の左の手を取りたいところ。さあ今左の腕を取るかどうか、入ったかどうか。ちょっと菊さん、まだ浅いですか。浅いですね、長いとしてはですね、はい、初対決の時にストレッチプレーで負けてるでしょ、同じ技で二度負けたくないんですよね。これそうですね、いつでもギブアップしないんじゃないですか、まあ防御法もマスターしてるでしょうしね、はい、そして今度はショートの蹴り技見せてくるこの鎌田俊明です。鎌田がショートの蹴りを見せれば、おー長いはもう前方にこれはダウンするだけか。ちょっと目がうつろか永井律也、昨日の藤原義明戦とは全くペースが違います。でも永井はそれだけ幅広いレスラーになってきたということですね、組長には組長の戦法、はい、カーダにはカーダの戦法を立てられるようになったということですよ、あと顔面にハイキックを食らっていますこの永井律也。永井がなんとか起き上がりたいところなんですが、川田俊明必要に攻めてまいります。川田永井が打撃戦でくれば完全にそれを受けて立つところですからね、まあ、昨日の大阪大会ではだいぶ卓然だったんですが、天竜に肘のあたりをこの川田は痛めつけられましたね。まあ、そのダメージが果たして今日はあるのかどうか。まあ今はでもあれだけエルボー叩き込んでましたからね、だから痛みがじわじわ出てくるかもしれないですね、はい、叩き込んでは、まあ、とにかく味のあるプロレスを見せております鎌田俊明です。ティーロック、さあ今度永井律也がここは鎌田俊明のペースをなんとか崩そうとばかりにじわじわとスタミナを奪う、そんな戦法に転じてまいりました。逆に見えないですね、鎌田俊明が今度はグランドの展開か。先ほどまでは蹴り技、さらには得意技のストレッチプランを見せようと思ったんですが、さあどうか、おっとアンマー捉えたか、しかしサードロープレースケープ鎌田俊明です。ちょっと位置が悪かったか。さあそしてレフリーブレイク入ったところです。長い道や今日は、まあ、昨日もそうだったんですが、長い道やいつになく気合というものを自ら入れています。そして脇固めを狙ってくるか。鎌田がちょっと引きずられる劣勢ですけれども、はい、まあ、まだこれ状態こう見てるんですかね。余裕ありますね、エルボーを放つ。今度は張り手張り手を叩いてまいりました。ローキック、ローキック、左の膝、今度は村板。さあ体残ったか。ローキック、ローキックを放つ。強烈なローキック、長井も応戦。長井これは効いたか。エルボーを放つ。今度は張り手、頬を張ってまいりました。ローキックで来る。これはかなり効いています。両者の膝、ローキック、川田アウト。アーキックボクシング、さらにはマーシャルアーツでしたら完全にこれはダウンを奪われております。永井律也、川田のローキック炸裂。川田もローキックを得意技にしてますけど、自分がこれだけ来ることは絶対ないわけですからね、全日本の中で戦っていれば、だから長井のローキックかなり効いてますよこれ、はい、そしてローキック、川田がローキック、もう一発きた、ダウン長井。さあこれは、まあ、これだけ必要に蹴られますと、福さん、永井も戦意喪失してしまうんじゃないですかね。今の永井なら大丈夫ですね。そうですか、待てに飛んでくれと思いますよ、もう飛び気合が現れてますよね、はい、ローキックダウン。向こう側のリングサイドでは柿原が手を叩いて
そしてまた采配を振るっています。その通りにこの長い日夜は動けるかどうか。今度は顔面を蹴られる村板。さあダウンした長い日夜、どうするどうする。完全にこれは劣勢に立たされております長い日夜。長屋は去年の最強タッグから初出場でしょ、ものすごい成功してますよ、成長してますよ。ローキックダウン、これは苦しい長井光也。これだけ必要にローを狙われますと長井光也今日は得意技のミドルキックを出すことができません。川田俊明がハイキック、そして今度左から張り合戦になりました。崩れ去った長井光也。軽い上心とこすことありますからね。そして川田俊明が長井光也の上体を起こしてくる。なおも張り手、今度はエルボーを放つ、そしてローキック、ローキックを放つこの長井光也。川田がハイキック、完全にもうこれはキック戦。ダウンしました長井光也。これだったらば、吉さんもレフリーのダウンカウントから入ってみるんじゃないですかね。いや、これはプロレスですから、ギブアップかホールまでは出さないですよね。はい、まあ、出なかったらノックアウトです。ノックアウト、はい。おっと、これは川田俊明、瞬烈な攻めを見せてくる逆肩入り。以前じゃないですよね、前日に30分であれだけの激しい試合やって、翌日また試合やるってことは考えられなかったんですから、それがこなせるようになったということは、もう立派なプロレスラーの方になってきたということですよね。はい、川田もこれだいぶ効いてますね、はい。左のローキックでしょうね。まだローキック食うことないですからね。このシリーズは中盤戦の博多大会では相島優斗、そして今日はこの長井光也、若手精鋭をこの川田俊明が大きく胸を開いて、そして相手をしているという、そんなエキサイトシリーズになっています。またもやダウン。さあ長井光也、まあ、川田もこれならば得意技のストレッチプランも決めてもいいんですが、はい、あえてそういった技にはいきませんね。まあ、打撃さんでもあるわけですから、真っ向から出てて立ってるわけですからね。そして逆肩エビ固めなんですが、ここはサードロープ、向こう側のサードロープにエスケープすることができました。さあ川田俊明がこう張ってくるも、長い道はよれています。長井がちょっとふらついている。カウンターのキックで来る。そしてエルボーを放てば、川田もエルボーで持って応戦してまいりました。こう張ってくる。ローキックダウン。なかなかこれは川田がとらえず逆肩入れがダメ。さあどうか、返せるかどうか。逆肩エビ固め、川田が長井を捉えました。そしてやはりローを蹴られた川田にもダメージがあったようです。あれだけ食ってましたよね。いや本当に大事だけの試合だったんですけど、迫力満点だったですね。本当ですね。まあ、長井も今日はいわゆるゴムが鳴ったと同時に、パンチあるいはまたキックでもって応戦していったんですが、はい、いや長井にしてみれば、川田はパンチキックでいけば必ずそれに応じて真っ向から受けて立ってくれる男だってことを分かってますからね、その通りに川田受けて立って、はい、まあ、完全に圧勝ですけど、長井よくやりましたよ、はい、今王道じっくり歩きながらこれよりブッチャーが入ってまいります。サブーンが早くも戦闘態勢作っています。サブーンが今青コーナーから手形を落としました。さあもう乱戦状態となってまいりました。
今ゴングになりました。今日の第4試合30分以降勝負、アブドーラザブッチャー対サブーの一戦、これより実況でお伝えをしてまいります。さあこちら放送席解説は歩くプロレスもう41年史になります菊池隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします菊池さん、はい、さあこのシリーズも開幕戦の岩手大会からですね、はい、ブッチャーキマラ、それからウィリアムスロトンド組にもうサブーが突如ですね試合終了時乱入しまして、はい、激しい攻防を展開してまして、いよいよ今日最終戦こうやって対戦しますけれどもね、はいはい、どうですか。これはあのサブーの希望で実現したシングルマッチですけど、まあ、サブーはあのおじさんのシークですか、はい、シークの命令でブッチャーをやってこいと言われました、ブッチャーとシークは昔からのもう、朝からの仲ですからね、はい、でもいきなり狂気を持ち出すとはちょっと意外だったですね。そうですね、いつ出るのかなという興味もあったんですけど、はい、サブーはいきなりですね、五寸釘、おっともう早くもブッチャーの額がご覧のようにざっくりと割れております。あっと一撃サブーです。ブッチャーの本領は流血してからです。あっとその切れた額のあたりに五寸釘を突き立てておりますサブーです。ブッチャー全然慌ててないですよね。ブッチャーがフォークで持って腕を突きました。今のシーンご覧になって菊池さんの脳裏をよぎるのはどういったレスラーとの戦いがよぎりますか。テリーファンクですね。あやっぱりね、50年 の最強タッグリーグ戦の蔵前国技館の最終戦、はい、あの時はブッチャーとシークが組んでたんですよね、であの先にフォークを持ち出したのはシークだったんですけど、はい、ブッチャーがそれを使ってテリーの右腕をもうズブ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 突き刺しましたからね。あそうです。今でもテリーの右腕にその傷跡残ってますよ、突き刺してグーッと引き裂いたんですからね。まあ、それは菊池さん名勝負という表現でいいんでしょうかね。あれで最強タッグ戦というものは人気定着したわけですからね、あの戦はやっぱり歴史に残る一戦ですよね。はい、レフリーがうまいんですがレフリーをも突き放しました。菊池さん折りたたみじゃないですか、ちょっと使いにくいはずですよね。ああそうですね、その椅子でもってあこれですか、飛んでくるか、しんどい、ブッチャーに完全に生まれてましたね。この体勢から奥まり、これも抑えた、スリーカウント、ブッチャーのエルボードロップは様になってますよね、はい、これ一発が出れば試合が終わりだという完全なフィニッシュホールドですからね。鋭角に決まりました、アブドラザブッチャーの毒針エルボー。これでサブートのこのシリーズにずっと展開してきたその構想というのに決着をつけたわけであります。アブドラザブッチャーウィニングテーマ流れております。菊池さん、このシリーズブッチャー振り返っていかがですか。全日本に帰ってこれたことはね、ブッチャー非常に嬉しいんですよね、こういうあの退場のシーンなんかにもそのファンに喜んでもらいたいと、ファンも俺のことを喜んでくれてるという意識が十分に表れてますね。ブッチャーはですね、日本のインディー系団体東京プロレス WAR とかですね、はいはい、大日本とか出てますけれども、はいはい、まあ、そういったまた日本のね、いろんなところのマットで見られるといいんですけどもね、はい、やっぱりあの、はい、ババとの構想が一番ブッチャーが売り物だったですから。そして今そのババさんと何かブッチャーがしっかりと握手してる感じがしますね、はい、ババのいたリングにやっぱり戻ってきたということは嬉しいんですよね、バットの武藤圭司がやってきた。場内のファンからは声援、そして罵声が交錯しています。日本武道館、一歩一歩自らの足取りを確認し、そして今川田俊明がやってきた。やってきたぞ、やってきたぞ武藤圭司、俺がこの王道マットを守ってやる川田俊明。